这是要靠自己找回自己，返乡下耕田了你，幸福大自然努力，返乡下耕田了你，自自在日日浓雾本土气味，煮三餐本地鲜菜来奉献你。上山地區的梯田一度被人荒廢了40多年，但是我們現在就可以重新看回這個梯田的景色了。因為16年前有一班人再將這個梯田重新，今天我都參加了這裡的棚田團一起去耕田了，但是耕田之前首先要補充體力嘛，所以剛才昆馬神就準備了這個早餐給我去吃。我而家手上嘅飯團咧，同埋眼前呢個原米咖啡咧，都係用呢一度嘅米去整成嘅。呢一個原米咖啡咧，雖然叫咖啡，但係咧佢係用原米茶去整嘅，只不過因為佢嘅顏色比較深咧，所以就叫做咖啡啦。一開始會有少少咖啡味嘅，但係其實後屘回翻甘咧，佢係一個好濃嘅茶味。因為我係嗰啲飲咗齋啡心跳會好快嗰啲人咧，但係又想呃自己大腦咧，我覺得呢一個原米咖啡作為一個精神食糧嚟講係一個唔錯嘅選擇，我就可以呃自己大腦，話俾自己知我而家超級精神、超級有動力，咁陣間就可以落力啲去耕田啦 ，yeah。呢一個咁有能量又地道嘅早餐，係呢一間咖啡嘅主人兼閒田團成員 Kuma San 特別為我準備嘅，所以我都唔可以嘥嘢，要食曬佢啊！Kuma San， こんにちは。こんにちは。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。頑張りましょう。行きましょう。行きましょう。未開始我就被 Kuma San 的熱血感染了，他們復耕8300塊梯田的夢想和付出的努力得到很多人的認同，例如2013年就被日本聯合國教科文組織選為未來遺產項目，最喜歡的人有夢想的了。今天我都要落力一點，我哋而家咧就準備去收割稻米啦，但系其實而家呢一個季節咧唔係收割嘅時候嚟嘅，但系咧Kuma San好好啊，特登留咗少少嘅稻米咧俾我哋一齊去收割嘅。じゃあやり方は？はい、やっていきましょう。持ちます。おお、あ、すごいすごい。クッキークッキー。はい、やってみましょう。はい、我揸實佢之後咧，就攞呢一個，喂，佢點乜住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 咁樣解出嚟，喂喂喂，唔好曬 ，OK，OK， 耶！即係自己話佢嘅時間 ，OK， 我就收割埋另一個啦。嗯，誒，佢哇，好爽啊！咁樣鋸落去，二隻，やりましょう。OK， 一次過攞兩個先擺低，喂，誒。每年六月左右 ，Kuma San 佢哋就会播种，大概九月就可以收割。虽然三个月就有收成，但系呢段时间佢哋要不停除草、除草再除草，先至可以有靓米食噶。じゃあこの品種は？このお米の品種は福光と言います。じゃあ特徴は？特徴は稲の背が低いことです。ここは風が強いので倒れにくい品種を選んでます。そして美味しい、美味しい、美味しくないとダメですよね。美味しいお米を選びました。これ私が初めてです。よかったです。よかったです。楽しかった。はい。オッケー。よっしゃ。よっしゃ。我而家手上嘅稻草咧，其实系上年剩低嘅稻草嚟嘅，所以我而家咧用呢一啲上年嘅稻草去将今年嘅稻草咧集翻埋一齐。
Okay. 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 Confirm. ここだけの、お米でだいたい2キロぐらいかなと思います。おお、2 kg。比我想象中少啊，2 kg。真系农夫唔易做，大変です。大変です。はい。最後。Thank you。お願いします。Okay。任せて。哇，嗰个好中意病嘅嘢啊。はい。できた。Okay, できた。Okay。Okay。はい。これ運びましょう。はい、運びましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。我哋而家準備將收割完嘅稻米一齊搬去貨車，移去下一個地方做下一個工序啦！哇，好滿足啊，成個手都係稻米啊！哇，滿足啊！好滿足啊！哇，好有實在感啊 ！Oh my god！ 我求婚想收稻米啊，我唔想收花啊，我稻米好正啊！啦啦滴答，嘎啦滴滴滴答 ，last dish， last dish， last 滴滴滴答。快！喂，我哋而家要将呢一个稻米打开，然后挂喺呢一度，因为咧。而家我哋啱啱收割落嚟嘅稻米其實仲有水分啦，所以咧我哋就要將佢掛喺呢一個架度，將佢曬乾。而隔離呢一啲咧變咗顏色嘅咧，就係已經曬咗一個禮拜。喂 ，OK， 喂 ，OK， 抹大佢，然後插落去。我要埋到你哋影唔到啊！喂，耶！哎呀！哎，拜拜。呢个就系传说中夏姐卡基嘅风景啦，夏姐卡基。夏姐卡基。Sticky this man， 好似好多个人摆咗喺度咁样望住自己啊！耶！丁达，哎！8300枚の棚田を再生したい理由ですけれども、単純にこう耕作放棄された棚田たちを元に戻すというだけの話ではなくって、やっぱりそこであった暮らし、もともと8300枚棚田があって、そこには人の暮らしがあって、人の関わりがたくさんあったはずだったと思うんですよね。やっぱそういうそのやっぱ人のにぎわいとか笑顔とか子どもたちのこう笑い声とか、そう人の暮らしそのものがそこでこう戻っていったらいいなというふうに思っていて、棚田の再生活動をしているというところもすごく大きな部分ではあると思います。人手發電 Oh my god！ 好自如啊，咁样望住啲稻米咁样碌过去咧，然后啲米一粒粒咁样跌出嚟，好开心啊！一路做住重複性嘅工作咧，好似啲煩惱會慢慢咧，好似呢一個脱谷機咁樣脱走曬嘅。因為我眼前咧，淨係需要專注點樣去脱谷啦。然後咧，另一樣嘢就係同呢一度嘅朋友傾偈，所以成件事係好簡單、好滿足啊！開心，耶！耶！開心，耶！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 もちろんその棚田を再生してお米を作って、たくさんの人に食べてもらいたいというのもありますけれども、どちらかというと、その8300年の棚田を再生することで、そこに人の笑い声が絶えないような暮らしが復活するような活動になればいいなというふうに思ってやっています。都是盘田团的成员来的。こんにちは。咩？因为他们有些内向，需要一些时间跟他们打开他们的心扉。咩？是。他跟我说，你好啊，我是盘田团的成员，我是羊啊。哦，そうですね，そうですね。他们说虽然这个盘田团成立了16年，但是呢这里总共有8300块的田呢只是开发了两成啊。咩咩咩咩。そうですね。
楊先生同我講話咧，因為佢哋嘅工作量好大啦，淨係頭先我哋做嘅工序已經需要好大量嘅人手，所以咧除草呢一啲位咧就養咗佢哋啦。呢一度嘅草就交俾佢哋去食啦。咩咩咩咩，トモタチすごいです。咩？哦。除了幫手食草之外，亦都可以揸佢哋嘅羊奶出嚟，咁就可以用另一個方法再生呢個地方啦。咩？唔使多謝，老友。One, two, three.どうして YouTube を始めましたか？この上山棚田をもっと広く皆さんに知っていただきたいっていうのと、あと日本のこれもすごく大事な文化遺産なので、このこれとともに日本の歌の文化遺産も一緒に合わせて日本の文化を紹介するような気持ちで伝えたいなと思って始めました。ありがとうございます。楽しかった楽しかった。我哋頭先脱完谷啦，咁剩低嘅稻草咧，彭田團咧都會攞呢一啲稻草嚟整做其他嘅產品嘅，例如理事長而家手上嘅掃。咁我哋而家會一齊體驗去整呢一個掃。で、これさっき米を取ってもらったものがこれですね。はい、ここ。で、ここです。で、これのお米がついていたここ、はい、の部分を抜いて、この状態にします。はい。この細いの。で、これをじゃあ自分が作りたい太さ、大きさになるように何本か取ってください。はい。これ取って。じゃあこれで作りますね。ここにちょっとちっちゃい節があり、丸ぎ。我哋而家要將佢呢一度咧有啲好細嘅點要對齊嘅，因為佢把掃咧如果要整齊咧，佢上下嗰個點有分別咧都會唔靚嘅，所以我哋而家就要將呢一啲點去對齊佢啦。我想拎翻屋企掃掃，用力掃，又要我盡力盡力掃掃掃。OK， はい、じゃあこれで一緒にします。で、あと次はこの紐の色を好きなのを選んでください。じゃあ緑で。緑でいきますか。や、山の色。山の色。山大好きです。どっちでからでも行こう。前から後ろでも、こっちでも、どっちでもいい。これをぐるぐるぐるっとこう。で、ここの長さ、ここは好きな長さ。長いでも、短くても大丈夫。うん、好きな長さまでぐる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 。我而家摸上手咧，更加 feel 到呢一個品種嘅稻草嗰個堅硬啊！因為頭先 Kuma san 都有同我講話，佢呢一隻稻草其實係打好大風啊，都未必會吹得冧嘅。我而家揸上手咧，再將呢一個繩扎埋一齊咧，更加 feel 到呢一隻稻草嗰個堅毅不屈嘅感覺啊！我都好想好似呢一棵稻草咁堅強啊！じゃあ、あとはもうここを結ぶんです。結びます。將佢綁埋一齊。OK。そこ。はい、お願いします。最後一個步骤啦。はい。OK。できた？できた。うん、できた。できた。できた。できた、イエーイ。大きい、小さい。あ、小さい。大きい。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 小さい。ありがとうございました。素敵です。素敵。素敵。うん。すごい。
好尴尬，好尴尬。啊耶！哇哦哦哦耶！啊啊啊！你去你去！哦哦耶！盼田团喺度真系搞咗好多活动，促进居民交流啊！打完 golf， 我又要赶下场啦！耶！高麻散除咗再生梯田之外咧，都仲会促进地域交流嘅，就好似而家逢星期三咧，妈妈就会聚集一齐啦。嘿，我哋好开心咁样一齐打波。嘿，行きます。耶耶耶！頑張りましょう。嬉しいですか？はい、嬉しいです。それで、現在私は92歳と8ヶ月ぐらいですけど、もう皆さん高齢になってできなくなってしまったんですよ。だから若い人が棚田団が来て作ってくださるから、まあ一部ですけど。よかったね。そうです。よかったね。それと上山の社会がもう元気、若い人がもう車であっちこっちしたり、いろいろね、してくださるから。婆婆92歲都咁口齒伶俐，睇嚟盼田團真係帶咗好多活力俾佢哋啊！以後越嚟越多人嚟幫手就好啦。打咗咁耐波，我都有啲 hungry， 午餐已经 ready， 我个肚都已经 ready， 嚟啦，开餐啦！咦，得得，行啦！我而家同紧盼田团嘅大家食紧午餐 ，Oh my god， 我好似拍咁耐以嚟第一次同咁多日本人一齐共进午餐，緊張緊張します。楽しかった。おいしい。じゃあ皆さんもここに住んでいますか。はい。はい。じゃあ移住のきっかけは。きっかけ。移住のきっかけは、もともとは移住する前に5年ぐらい東京とか大阪にもともと住んでたんですけど、そこから。バスとかでここに来て通ってこういう棚田の農作業をやってたんですよ。ずっと通い続けながら棚田のこういう農業体験みたいなのを続けてってもよかったんですけど、たまたまここの上山っていう地域なんですけど、そこの中で空き家、まあ、お家が空いたから借りてみないかっていうふうな。僕はあれ何年前かな、3年前に農業機械を営業できました。紹介しに来ました、仕事で。その機械を使ってもらうって、インタビューしたりするつもりだったんですけども、農作業が楽しくなっちゃって、楽しいからな今は、農作業もしてますし、機械もちょっとずつ修理してます、はい。じゃあ今田中さんの仕事だけですか？いろんなことをやっていて、この山の上に温泉があって、その近くにキャンプサイトがあるんですけど、そこでそこも運営をしている。はい。で、棚田のお仕事もしながらキャンプ場のお仕事もしていたりしますし。どうして皆さんの2つ仕事できますか？やりますか？どうして？生活のためです。お金がないと生きていけないので。田中さんの仕事はお金にならないんですか？ほとんどならないんですね。少しだけ。じゃあそれでも続ける理由は何ですか？楽しいからです。楽しいから。はい。楽しい。
我好中意盼田團同埋呢一個地方啊，因為大家每一個人都好熱情啦，然後呢一個地方亦都充滿咗好多活力啦，無論係人啦，定係呢一個田帶嚟嘅感覺。これまでは再生する活動がメインだったんですけれども、今はまあいろんなスキルを持った移住者も関わってくださっているので、せっかく再生していってる田畑をそのままにするんではなくて、まあいろんな形で活用できたらいいなというふうに思っていまして、誰かがその棚田でこういうことがしたいんだっていう人が一人でも二人でも増えていって、その8300人集まれば再生ができるかなと思っているので、これからはいろんな方々関わってもらって、いろんな夢が広がるような棚田の再生活動にしたいなというふうに思ってます。我覺得喺呢個地方創造嘅回憶係可以俾到好大嘅動力我繼續行落去。我一路講個太陽亦都一路照耀住我。呢度嘅人就好似而家我面前呢一個夕陽咁樣照耀住我。但係可惜啦，今日已經完結啦，我要離開啦。但係如果有機會嘅話，我都會好想再嚟。就算嚟唔到，我都會帶住呢一度嘅精神生存落去。ありがとうございます。好き。记得 subscribe 呢个 YouTube channel， 更多 Feel TV 嘅足本节目将会定时上架，揿埋个铃铃，一有新片即刻通知你。